界史の教科書をめくっていると、さまざまな人物の肖像に出会います。その中に少々奇妙な姿で写っている人物がいます。舌をベロリと出した白髪の彼の名はアルベルト・アインシュタイン。20世紀最大の物理学者と言われています。彼の残した最も有名な理論、相対性理論というものがあります。皆さんご存知かと思いますが、時間の進み方は観測者によって異なるということを提唱する理論です。この理論通り、この2年間は私にとってあっという間に過ぎていきました。卒業生や保護者の方々にも同様の感想をお持ちの方は多いのではないでしょうか。入学式が昨日の夜というフレーズもよく耳にしますが、僕も入学式に思った、これからも AMG での2年間を大切にし、必ず真ん中になるという決意を今も忘れてはいません。思い返すとこの2年間本当にいろいろなことがありました。新入生オリエンテーションの中にあるレクリエーション大会では、大会そのものが大いに盛り上がったことはもちろん、その模様を漫画にして人気投票を行い、漫画が人気商売であることを入学早々めざまざと見せつけられました。その数日後、同級生から早くも連載作家が誕生したこと、学科間の親睦のためのクイズ大会で優勝したこと、1年時の学院祭準備期間、普段あまり目立たない仲間が最も積極的に作業を手伝ってくれていたことなど、数多くの出来事がありました。中でも最も印象に残っているのは、2年時のノベルス学科とのコラボ企画です。ノベルス学科が原作を書き、僕たちがそれを漫画にするという企画でしたが、全員のスケジュールを調整するのがとにかく大変で、締め切りの前日は夜9時頃までに協力して作業していました。私はこの作業を通じ、初めて仲間との絆を感じました。なぜなら、漫画家になるための授業は個人のスキルを上げるものが多く、チームプレーということはあまり考えていなかったからです。作業が終わった時の達成感、一体感はこの先きっと忘れないでしょう。もちろん楽しかった思い出ばかりとは言いづらいのは事実です。あの時こうしていればよかったとか、ああしていればもしかしたら在学中にデビューができていたのではないかといったような後悔や反省はつきません。もしもタイムマシンがあったのならばという妄想に逃げたくなることもしょっちゅうです。タイムマシンといえば、冒頭にお話ししたアインシュタインの相対性理論、これを応用すると時間旅行が可能になると言われています。しかし、このタイムマシンが行くことができるのは未来だけなんです。夢の時間旅行が実現したとしても、我々は未来に向かって進み続けるしかありません。後悔していること、やり直したいこと、消し去りたい歴史など、そのようなものにとらわれず、未来に向かって今日、僕たちが AMG を卒業します。教務、講師、チューターの皆さん、2年間の熱心なご指導、ご鞭撻、本当にありがとうございました。なんとか小学館の月刊少年サンデーで担当編集もつきました。そして、いつも応援してくれた家族にもお礼を言いたいと思います。ありがとうございました。クラスメイトのみんな、2年間本当に楽しく過ごさせてもらいました。またいつかお会いできる日を楽しみにしています。ご清聴ありがとうございました。平成29年3月3日。